お久しぶりでーす。でディーす。今日はね、以前の動画で撮ったんだけど、編集でカットした。まあ、じゃあ話すなよって話ですけど、ちょっとですね、チェーンが随分伸びちゃっていて、で自分でちょっと直そうと思ったんですけど直しきれなくて、それで近くの南海部品に今から行きます。ちょっと雨が心配なんですよね。でもまあ多分なんとかなるんじゃないかなと思います。まあ、場所もねそんなに遠くないんで、多分普通につけるかなと思いますけど、まあ、すげえ近いんですよね。こっから10分ぐらい、一応予約して11時に予約してるんですけど、おや今11時だ、やべえ遅れてる。はい、いやチェーンがね緩んじゃってね、チェーンってだいたいこうね、ちょっと持ち上げた時にたゆみっていうんですかね、あの緩みが1センチぐらい、こう待って、説明するとあれだな、面倒だな、ね、なんつうかこう この緩みが上下1センチか2センチぐらいらしいですよ。それがベストらしいですよ。でももう全然もうグイングイン行っちゃってるんで、ちょっとね、まあ本来ならもっと優しく扱わなきゃいけないんでしょうけど、あんまり扱い方が分かんないんで全然、はい、危うく女性の扱いにも慣れてないんでとかって言いそうになったけど、どうでもいいわ。そう、まあそんな感じでですね、はい、まあそんな感じで今から行きます。まあ後でね、ちょっとどんだけたゆんでんのかお見せします。はい、それがどれぐらい変わったのかっていうのはね、はい、それもお見せしたいと思います。はい、はい、ということで到着です。ちょっと待ってくださいちょっと待って、今あれをたゆみ具合を取るからちょっと待ってください。はい、乗ってない状態と乗ってる状態って違うんですよね。見えるかな。あ、ちょっと待って。ちょっとしょ。これがこうこう上くっついちゃってるもんね。これはまずいですよね。ということでちょっと調整してもらってきます。はい、それじゃあ後ほど、バイバイ。終わりました。
どんなになったか。うわー結構張ってんな、これ。ここがもう限界だそうです。結構後ろまで下げてもらいました。うん、でギリギリで調整しておきましたって言われました。はい、うん、本来こんなもんですよね。まあまあそこそこ走ってるからこんなもんなんですかね。しょうがないですね。まあ、行こうか。違うわ、やっぱ違うわ。すげえなプロは。全然違う。安心感ある。まあ、あっぶねあっぶねくそぶねやろう心臓飛び出るかと思ったわ。はい、気をつけてください。皆さんも気をつけてください。ちょっと今の一瞬心臓止まったわ。危ねえよ。おお、何話そうとしたかも全部忘れた。全部忘れたぞ。くっす。はあ、安全運転でいきましょう。もうああいうのね怖いよ、本当に本当に怖い。ああいやーマジ当たると思ったね。一瞬当たると思っちゃったよ。いやー怖い怖い。もう話がまとまんないよ。うん、いやカメラじゃ伝わんねえんだろうなこれ。距離あんじゃんって思うんだろうな。全然余裕じゃんって。危なかったかんねマジで。2メートルぐらい。わかんねえ。3メートルぐらいかな。いやでもね本当に当たると思った。久しぶりにやべえ行ったと思った。でねその時何を考えたかってね、やべえジャケット着てねえと思った。やべえよっつって、やべえジャケット着てなかったと思って避けた。いやくそ。まあしょうがないね。皆さんも気をつけてください。いやもしかしたらチェーンをち
ゃんと貼ってたから回避できたのかもしれない。ありがたい、事故らなくてありがたい。動くなよ、だがくそー、マジビビったぜ。速度守りましょうね。後ろからもガンガン来てても関係ねえ。もうドラクエの勇者張りだよ、もう関係ねえよ。こっちはもう制限速度守ってんだこらっつってね。マジで制限速度守ってたからね、マジでマジで。ちょっと確認しよう、怖いから確認しよう。皆さんも気をつけてください。はい、ああ整備は忘れずにちゃんと整備しないと事故ります。はい、ということでチェーンを調整しに行った回でした。それじゃあまた、バイバーイ。みんな気をつけろ。